はい、歩きながら撮っています。ワイキキね、すごく人が少ないんですよ。見て見て見て、少なくないですか。それでね、毎日ね6000人近くとか来てた人たちのあれが、日本からの人が何人だったか、じゃあさっき2872人だったかな、昨日来た人っていう風になっていて、すごく少ないですね。やっぱりコロナちゃんの影響があるようですね。で、本当だったら週末はホノルルフェスティバルっていうのがあったはずなんですが、それも中止になっています。ちょっと青空出てきましたね。なんかなかなか撮り慣れないわよね、こうやって撮るのね。人がいつも多いから、ここで撮ったことないような気がするわ、そういえば。という感じで、今からちょっとおしゃべりをしたりしようかなと思って、ちゃんとね座って撮れるところを探しています。で、今ここどこかっていうと、ちょうど、カパフルの通りの方に行って、カピバラニーパークのところがね、すぐそこですね、という感じです。そう、結構毎日ね忙しいんですよ。今日も、マリッジライセンスを取りに行って、で、明後日、今度はまた結婚式をしないといけないらしくて、それもやりますなんかね、毎日楽しいです。やっぱりこのプロセスを経てやっていくっていうのがとてもいいんじゃないかなっていうふうに思っています。そうそう、うちこっちの方なんだよね。そう、こっちの方って、はい、ここカピオラニ公園とかズーの保育通りのその辺の、中の方っていうか、なんかそんな感じです。じゃあね、はい、こんにちは、オレナです。久しぶりですね。ワイキキからお届けしたいと思います。見えてますかね。はい、こっち見ちゃうとなんだかわかんないんですよね。はい、今、ビーチ公園あって、私の大好きなところからお届けしています。で、本当は3月の17日じゃないや、なんだっけ、14日に帰ってこようと思って計画をしていたんですが、アメリカにね、コロナの影響で入国できないかもしれないっていうね、ことがありましたので、急遽3月5日にして、もうバタ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 と、お引越しの準備をして、こちらにドキドキしながら帰ってきました。本当にいつねどうなるのかわからないから、ちょっとねドキドキしたんです。本当にね、ドキドキしたけど、日本でも片付けることとかいろいろあるじゃないですか。結構大変だったんですね。だからなんかね、もう本当にちょっと大変すぎて、こういうことする感じじゃなくったんですよ。すみませんでした。本当にね、来てからも忙しいですね。領事館行ったり、で、今日も何でしたっけ、マリッジライセンスっていうのを取らないといけないのね。結婚する前にそのライセンスを取らないと、結婚できないんですよ、ハワイ州では。で、それを取りに行ってきて、それで私たちマウイでね、カフナの人にやっていただいているんですけれども、こっち引っ越してきちゃったりとか、いろんなことがあったのもあるので、なんか一番早いのはまたこちらの方にお願いして、こう書いていただいて、で、正式に、席が入るっていうことらしいんです。嬉しいですね。だからお名前ももちろん福留さんになるんですけれども、で、ハワイアンネームも、ミドルネームに入れていただいて、新しくなります。ちょっとかなり、かなり嬉しいです。なんかね、まだね、私こっち来て3日、4日目なんですけど、ワイキキのあっちの方あんまりまだ行ってなくて、で、他に用事があるのがちょっと外れた方で用事があったりするので、あんまりワイキキには行っていないんですよ。で、こっちの方は割と静かなのでいいんですけど、なんかその普通のワイキキの、皆さんが行かれるエリアっていうのが、ちょっと今は行く気分じゃないなみたいなのがあったりとかしたりとか、しています。で、今すごく嬉しいのは、やっぱり離れて、ね、7ヶ月も離れてたんですね。で、
本当に不安だったりいろんなことあったんですけど、一緒にいられるっていうなんか力強さ、なんていうの、力強い、私はもともと強いけど、あの力強さとかその心細いとかそういうのがなくなって、2人ならなんとかなるよねみたいな、そんなような気持ちが本当に湧いてきている状態です。あの多分皆さん結婚されてね、長く結婚されてる方とかもちろん本当にそうなんだと思いますよ。やっぱりあの2人でこう積み上げていってね、どんどんこう出来上がっていくのがこう関係性だと思うのね。だからなんか私たちもやっとそういうのに慣れてきたかなっていうふうに思っています。そして私がすごく今回感じたことは、あのフィアンセビザっていうね、まず第一の関門があるんですよ、国際結婚には。でそれもあの結構書類集めや書類を作ることが本当に大変でした。でやっぱりお友達がね、国際結婚してハワイに来ているので伺うと、皆さんやっぱりこれは大変だったっていうふうに言っています。でそれを乗り越えて、面接があって、そして今回イミグレーションでもう一回こうなんていうの、またその書類を見てテストがあるんですよね。でそれもまああの簡単にささっと済みましたけれども、それは何を聞かれたかというと、住んでいるところの住所、もちろん今一緒に住んでる住所をちゃんとスラスラって言えたんで OK だし、あとはすごく言われたのが、フィアンセビザの、有効期限があるので早くに結婚の、なんていうの、手続きなんかほら挙式したりね、いろんなことするじゃない、そういうのを本当に早め早めにやりなさいねっていうふうにアドバイスをいただきました。あとね、やっぱり入国の時聞かれたのは、子供は何人いるのって言われて、ね、子供で、子供3人とか言って、でも書類見てたら、あなんだみんな大きいのねみたいな感じで、まあ、するって感じでしたね。だから本当は、別室に行って2時間ぐらいかかるっていう風に聞いていましたが、私は10分もかからなかったです。で難しいことは聞かれず、で私たちがこう用意した書類がね、アメリカからです、アメリカに出した書類が1回日本のアメリカ大使館に送られていって、それを見て面接を受けました。でそこにアメリカ大使館に提出した書類がまた、ファイルされて、今度はそれが、日本の家に私のところに届いたのを、封を開けないでくださいって書いてある厳重なあの書類になってきて、でそれを私が持って今回入国来ました。で入国のイミグレーションでそれを出しまして、あとは、ビザの貼られたパスポートを出して、入国審査だったんですよね。だからそういうの持ってたから飛行機もすごく緊張でした。もう本当にあんなに緊張して飛行機乗ったことはありませんね。かなりな緊張マックス状態でした。はい、でもあの無事に通れて、あの割と早い便だったので早くにお家に帰れて、そこからはまあ普通に、ね、楽しいっていうか、なんかいい感じで過ごしました。でも、ね、7ヶ月の間私が東京に帰り、1箇所ねあのお家借りて、またどっかこう引っ越してまた借りてってやっていたので、なんかやっぱいろんなこともホノルル生活をなんか忘れてしまっていて、あれはどこだっけ、これはどうするんだっけ、あれはなんだっけみたいな、ちょっとね慣れないのが2日3日昨日ぐらいまでまたちょっとぼーっとしてましたね。で今日やっと、今日やっと初めて一人で外に出ました。何変ね、何一緒じゃなくて外に出たの今日初めて。うん、あのなんかもう一緒にいるのが当たり前だから、あれなんで一人っていうのがちょっとなんか不思議な感じがします。でやっぱりね、あの本当にあの何でもないことがやっぱり幸せなんだなっていう風に感じているところです。そして昨日ね、 LINE、 あの公式 LINE の方で皆さんには、ちょっとメッセージとお写真送ったりもしましたね。なんか日本もあれなんでしょ、みんな集まらなくなって、
オンラインでいろんなことしだしたんですよね。皆さんオンラインとか YouTube で、いろいろされているようですね、うん、私もだからこんな感じでここ、ね、すごい好きなところなのでここから、もう今度ダンスしたり歌ったりも入れてやっていこうかななんていうふうに思っています。そうそう、iPhone もまた契約してもらったのでこっちのね iPhone やってもらったのでなんかできるんじゃないかなっていうふうに思っています。ただ時差が5時間あるんだよね。1日と5時間あるんだっけ。そうだからちょっとねちょっとどんな風にやっていけるんだろうなっていうのはあります。で、ホームページももう出来上がっているので、公開の仕方がわからないので明日ちょっと聞いて公開して、4月だったかな4月からの4月からできるかしら講座の、お申し込みとか受け付けていきたいなというふうに思っています。あとがそう講座はね結構お得だと思いますよ。なんだろうねそうこういうところからね配信できるっていうのがすごいいいかなっていうふうに思っています。で4月半ばぐらいまでなんか飛行機がねいろいろあるみたいですけれどもそうまた6月とか、まあ、ファスティングのねリトリートとかもやっていきたいと思ってるし、その頃にはウイルスも落ち着くんじゃないでしょうか。そんなふうに思っています。あとね言っていい？言われたんですよ。帰ってきたでしょ。せっかく帰ってきたのにね髪の毛切ったんですよ。わかります？切った。そんなにね短くないんだけど前髪とか切ったんですよ。でそれはねなぜかというと前長くして巻き巻きしてたでしょ。でもねやっぱりこっちだったらもっとラフに過ごしたくってこう飾らないっていうかなんていうかねそんな風にして過ごしたかったから切ったんです。で本当にこう軽いから海入ってもね風吹いてもね全然平気なんですけど、そしたらなんかね長い方が良かったとかって言われまして、ひどいよね長い方が良かった。なんか長いのがねYouTube に上げてたりするのがねお気に入りだったらしいんですよ。ねそう言ってくれればわかるけどそんな聞いてないし、で切ってきちゃったじゃない。それでお家だとねお化粧もしないじゃない。そしたらなんかねなんかいやそういうの嫌とか言われてましてですね。なので今日からはちゃんとお化粧してちょっと綺麗にやってみたんです。やってみましたよ時間かかるんですよ。でねちゃんとお洋服も着てみました。やってみました。だからこれからはハワイにいてもちょっと時間をかけて日本にいた時みたいにやってみようかなっていうふうに思っています。でね嬉しいことにハワイ今日曇りなんですよ。ちょっと曇りなんですけどアプリを使わなくてもこうね綺麗に映るっていうところがねすごく嬉しいなと思っています。自然の景色をねそのまま伝えたいと思うのでアプリ使わずに綺麗に映って、音がどうなんだろうなとか思いますけどちょっと嬉しい私だってこんなに本当人がいないんですよワイキキ。いやこの時間でこの時期でこんなにいないわけないんだけど、いないの、本当にいないの。だからこんな風にここで動画を撮っていたりができるんですよね。でちょっと見せます。こんな感じで、あらゴミ箱どっち、逆になってんのかな、なんかよくわかんないけどそう曇ってるのね。で私の目の前こっち側がこちら側が、カピオーラニ公園なんですよ。本当？あ、だから後ろ見えてる方がビーチで見えてない方が私から見えてる方にダイヤモンドヘッドがありますというようなとこで、本当にね本当に静かでしょ。波の音とかは聞こえるけど人少ないんですよ本当に。いやちょっとびっくりです。いつまでこんな少ない人になってしまうんでしょうね。でもさやっぱり
飛行機ね、怖いよね、うつっちゃいそうだし、あとね、みんなね、あれしてましたよ、アルコール消毒のシートを外国人の方もみんな携帯していて、飛行機に乗るとまずみんながやっていたことは、アルコール消毒で、自分の目の前にあるテーブル、パタンとやるテーブルの裏側と表側と、あとこうつまみとか触るとこ、あとシートの横のとことか拭けるところはみんなアルコールで消毒していましたね。日本の方はね、ちょっとされてなかったです。自分の手は拭いてたかな。だけど外国の方はもう本当乗ってすぐに自分の身の回りを全部拭いてましたね。そして優しくて、使いますかなんて言ってくださっている外国の方がいました。とにかく外国の方はもう徹底的でしたね。日本の方はちょっとね、なんかハワイ行くんだって舞い上がっちゃっててちょっと違いましたけど、でもやっぱ危機管理は大事だと思いました。本当に何だろう、キャンセルすることも怖いことではないと思うし、もしもっと思うならキャンセルされた方がいい時もあると思います。やっぱりね、人に迷惑かけないようにとかっていうのすごく大事なんじゃないかなというふうに思いました。だからアルコールのね、あった方がいいです。あとハワイでもトイレットペーパーとかその紙類が、今日セーフウェイに行ったら、今日じゃないか、昨日行ったのかな、ちょっと棚からなくなっていましたから、やっぱり日本からちゃんと持ってこられた方がいいと思います。でね、こっちはね、誰もマスクしてないの。バスに乗っててもマスクしてないんですよ。だからちょっと怖いですね。だから本当にうがいとか、こう消毒するものとか常に持ち歩くってこと大事だと思います。な風な感じで喋ってみました。15分ぐらいかな、喋れたかな。ねえ、お天気なんだわ、いいでしょう。ねえ、絶対いいよね。だからもう髪の毛ね、ぐるぐるしなくたっていいと思うんだけどね。なんかぐるぐるのね、巻き巻きが良かったんだって。良かったんだったって言われても切っちゃいましたから、知らないって感じで。やん、気持ちいい。久しぶりにお日様に当たっています。見ての通り私白いんですよ。もうほんと白くなってしまって、ね、またこれで、焼いて黒くなれるかなと思いますが、今のとこ白い人になっています。はい、やっと今日初めて、この iPhone11 をこの間買ったから、これで初めて動画を撮った。あ、じゃあちゃんと撮ったのは初めてです。でお家に帰ったら YouTube に上げたいと思います。それではまた皆さん、ありがとう。ではでは。